剣心殿、あなたの旗の文字はどのような意味なのですか？剣心の尊崇せる毘沙門天、その一字を拝借せし者。そうだったのですか。そういえば皆さんの世界の旗は特徴的なものが多いと聞きました。しかり、例えば我が宿敵の旗は風林火山、孫子、汝の国の兵法に由来すると聞く。石田三成は第一大満大吉。これなどはかの者の理念であろう。なるほど、皆さん自分が掲げたいものを自由に記したのですね。汝ならば軍神か。いえ、そんな大それたことは。前にお叱りを受けて以来励んではいるのですが、まだまだ父上や剣心殿には遠く及びません。目指すところは高くあれ。己が何者かを掲げるもよし、何を目指すかを掲げるもよし、それが旗印なり。何を目指すかを掲げるか、それはとても息が上がりますね。いつか拙者も軍神の旗を掲げてみたいです。その息やよし。官兵、これよりも我ら共に戦場の邪を払わん。正斎さんは強くてかっこよくて美人でとっても頼もしいですにゃ。いやー、ほんと一緒に戦えて嬉しいです。そう。え、ちょっと反応悪すぎません？あなたがそうやって喋るときは本心じゃない。この前そう聞いたから。いやいや、けど嘘ってわけじゃ。褒めて私の気分を良くして、できれば楽に戦いたい。違う？ディク、お見通しってやつですか。でも私は一緒に戦えて嬉しい。あなたが戦場にいるととても心強いから。それはちょっとずるいんじゃありません？私だってさっきのは本心だったりしなくもなかったり。そう、ならよかった。そこでそうやって笑うなんて、ほんと正斎さんってばずるいな。ねえ、観作に気持ちを伝えてくれる話どうなったの？私のこと、そのどう思ってるって？それが、足も頑張ったんですが、観作さん常に周りに女の子がいるんすね。忍びの足ですらなかなか近づけない人気ぶり。ようやく話せると思ったら、君も花をくれるのかいと照れもなく、思わず区内渡して帰っちゃいました。ごめんちゃい。そっか、でもなんか嬉しい。私のためにすごく頑張ってくれてありがとね。まあ幸せになってほしいんすよ。あっしは所詮忍び、代わりに青春を謳歌してほしいなーなんて。え、そんなのダメじゃん。あんたは恋バナもできる親友だし、一緒に幸せになってくれなきゃ困るんですけど。そうだ、今度は私があんたのために頑張る。あんた好きな人とかいないの？雪村？私が代わりに言ってあげるし。いや、雪村様はあくまでも主なんで、それはご勘弁願えると。じゃあ誰？親友なんだから隠し事はなしで、話してくれるまで逃がさないし。なんだろう、普段ならめんどくさいにゃーなんて思っちまうんですが、ちょっと嬉しいのは異世界だからですかね。
お前の髪、相当に手が込んでいる。ねえ、荒々しく見えて、その実繊細。それもまた、お前の反骨の魂の現れか。我、髪、気にしない。人の手によるものではなかった。そうだ、それがあるがままの反骨の形。上等、その髪が俺を熱くする。いじらせろ、お前の髪なら俺は最高に反骨な髪を言える。やめろ。やはり反骨を貫くか、ギエ。反骨に愛されし男よ、これからもその魂を響かせよう、共に。半蔵、会った頃話をしたな。仮面の話だ。お主は気に入ったようだな。嬉しいものだ。少しだけな。半蔵、嬉しい。我も嬉しい。お前、我、仮面、仲間、心も仲間。背徳の子よ、そなたが背負うものはあまりに重い。なぜ孤独に行こうとするのかね。私が迷子に見えるのだろうか。そういうことなら心配しないでほしい。皆が心配するゆえ、私はどこにも行かぬ。そなたは迷い子ではなかろう。民が生き残る道を探し、一人暗闇を切り開こうとする哀れな道化よ。その道化が闇雲に振り回した刃は、近づく者を傷つけてしまう。それはとても悲しいことだ。だから誰もついてきてはいけない。そなたと共に進もうとする者の意志をくまぬのかね。私は暗愚ゆえ、誰の気持ちもよくわからないのだ。これ以上の問答は無意味か。ご心配、感謝する。相変わらず見事な武者ぶりよ、馬長。じゃが貴様の戦にはどこか悲壮感がある。一体過去に何があった。俺は父を、一族を早々に奪われた。その怒りと悲しみが俺の槍からにじみ出ているのだろう。そうか、それはわしには思い及ばぬものであろう。お前の父は健在なのか。死んだ、わしが殺した。すまない、俺は嫌なことを聞いてしまったな。構わん、わしの姓もまた戦国の世の常よ。せめて家を背負い三千とあることが父への供養となろうと思い戦っておる。親殺しの身勝手な思いではあろうがな。そうか、だからお前は伊達なのだな。うん、お互い背負ってきたものは違いど、共に戦場にて輝き続けようぞ、金馬長よ。あれれ、政宗さんもどうしたの。
ちょっと元気がないみたい。消去、今までの非礼許せ。貴様の周囲への献身あっぱれよ。子供扱いは完全に間違いであった。子供扱い？そんなことあったっけ？私全然気にしてないよ。そのおおらかな態度にも何度も救われておる。貴様は皆の心も癒してくれる立派な大人よ。大人だって褒められちゃった。貴様の性分を見抜けなかったわしが子供じゃったということじゃ。そんなことないよ。政宗様だって私が無茶なことをしてもちゃんと守ってくれたもん。消去、元気を出して政宗様。そうだ、また二人でどこかへ出かけようよ。政宗様、私と一緒に出かけるとすごく元気になるでしょ。政宗様が汗だくで楽しんでると私も嬉しい。あれは貴様が傷つかぬよう必死に。まあいい、付き合ってやるわバカめ。元就よ、お前の治癒は見事なものだ。俺は共に戦うたびお前を刮目して見ているぞ。それは嬉しいね。この場合秋の少女丸にあらずと答えるべきなのかな。ん？少女丸？なんだそれは。ああそうか、私の昔の、いや元服、つまり成人前の名前。ああ幼名で伝わるんだと。ああ幼名の風習が日の元にもあるのか。あざなはどうだ。ああ、あざなの風習も君の国から入ってきているよ。僧や学者たちが好んで名乗ってる。なるほど、面白いものだな。元就よ、もっとお前の国の文物を教えてくれ。無論歴史の流れを変えぬ程度でな。それは随分と気を使う話だね。でも楽しそうだ。私と君とでひそやかにお互いの文化を学び合おう。冷静で頼もしい芝氏殿、おおらかで奔放な芝将殿、お二人は兄弟でありながら全く違う魅力をお持ちですね。お前たちもそうであろう。責任感が強く現実を見据える信行、もののふの道を命を懸けて貫く雪村。どちらにせよ弟の方が自由に生きているように感じるな。そうですね、眩しく思う時もありますが、私はこの生き方以外選べそうにありません。それでいいのではないか。兄弟揃って自由に振る舞っていては一族を守ることも戦に勝つこともできまい。ええ、確かに私たちは家を守り皆を支える幹であり続けましょう。この間は宴での気の抜き方を教えてくれてありがとう。おかげで久しぶりに楽しめたと思う。そうか。宴会場の中にいる限り気を張って世話を焼いたり守ったりする必要はない。それに疲れたら他の人に任せて抜け出したって構わないって分からなかった。それに気づいたのはあなたのおかげ。礼には及ばない。が、その樽は何だ。飲むと楽しい気分になるものなのだけど、あなたがいらないと言うなら。いや、樽はいる。わかった。
あなたも宴を楽しんで。最近お前にキャーキャー言ってる女性たちからお前のおこぼれに預かろうとして一緒にいるとかご批判をいただくことが多々ある。絶対そんなんじゃねえ。俺はお前のことを今じゃ大事なダチだと思ってる。だから一緒にいて、それだけなんだ。孫一殿、分かっています。私はそんな誤解をしたことは一度もありません。まずおこぼれも何も私は人気などないですし、それにそう批判した方も孫一殿をもっと知れば意見が変わると思います。孫一殿の言葉には時々心を貫かれます。それは生き様がかっこいい方だけができることではないでしょうか。たく、俺までいい気分にさせてどうする。こいつはとんだど天然、天然のたらしだな。の、観光殿はすごいの。あっという間に蹴鞠の名人になったの。ありがとうございます。うむうむ、観光殿の強みは身体的な動きの良さもさることながら、特に精神面じゃの。いい意味で緩めに集中力を保って長い時間維持でき、とっさに鋭うできるゆえ、他の者よりずっと長く蹴鞠を続けられるの。これも吉本殿の。うむうむ、教えの賜物です。マロも観光殿に和の心を改めて教えられたの。感謝しておるの。清正、以前お前にもらった星、役立っている。ありがとう。いや、お前そこはちゃんと食べろよ。体を壊したらどうするんだ。星はあくまでも非常時のものだ。飯抜くための道具じゃない。しっかり栄養のあるもん食べろ。いいな。ああ。ってなんで叱られて嬉しそうなんだ。俺は冗談を言ってるわけじゃないぞ。清正は私のことを真摯に思って叱ってくれている。それが分かったから嬉しいんだ。そんなの当たり前だろ、バカ。俺たちは仲間なんだからな。そうだな。お前と仲良くなれて本当に良かった。左近殿、少しよろしいでしょうか。諸葛亮さん、こうしてわざわざお話に来られたからには何か妙案が浮かんだって期待してよろしいんで。いいえ、残念ながら。ただ私一人では策を描けなくとも、あなたと意見を交わせば策が見えると思いまして。こいつは光栄ですな。あの希代の軍師諸葛亮に俺の軍略を当てにしていただけるとはね。私たちは道を同じくしていますが、元は違う戦乱を戦ってきた軍略家同士、異なる見分を出し合えば策はより磨かれるでしょう。となればお互い出し惜しみはなしだ。諸葛亮さんと俺、頭の中身をさらけ出して語り合いましょう。ええ、今この時より私たちの体型を描きましょう。
いけませんね、格さん。今日も今日とて、くせ者感がダダ漏れですよ。どうです似た者同士、また一杯。あんたと飲むと、毎回深酒が過ぎる。軽い気持ちでは応じられんね。そいつは残念だ。今日こそ格さんに、参ったと言わせる気で来たんですがね。それは気合十分な話で、かくいう俺も今度こそサコン殿を任したいという野望があってね。その勝負受けてたどう。なら決まりだ。手心手加減一切なし、どちらかが地に伏すまで待ったなし。いざ勝負。脅威、見事な先行だ。俺は正直なところ、荒事は得手ではないのでな。お前の武芸には一目置いている。私の槍など、歴戦の優勝には遠く及ぶまい。それに、戦は武のみで進むわけではないだろう。三成殿のように、後方支援が得意な者がいて、初めて勝利をつかむことができるのだ。おお、戦の本質は理解しているのだな。さすがはあの諸葛亮の弟子だ。いや、私などまだまだ。だからこそ、三成殿にはこれからも力を貸してもらいたい。無論だ。今日お前もその地位を尽くし、共に戦ってくれ。ああ、三成殿。そろそろ気づいたかい？俺が君の思うような人間じゃないことに。そうですね、確かにそうかもしれません。あなたは上将の話よりもずっと。それ以上は言わないでくれ。期待に添えない自分に歯がゆくなる。いいえ、最後まで聞いてください。あなたは上将から聞いていたよりずっと武に長けた方だと言いたかったのです。え？時折見せる俊敏な身のこなしといい、手加減できないほどの力強さといい、生粋の武人も格やという強さです。上将からはその点について聞いていなかったので驚きました。文武両道とはまさにあなたのことですね。ちょっと待ってくれ。まさかそんな方向に話が行くとは。孔明、これも君の罠なのかい？関東、地味で何が悪い？地味で何が悪いんだって言われるとな、やっぱり俺だけ忘れられてる時とかかな。皆に贈り物が来てるのに俺だけ来てないとか、そういうことが続いたりすると、俺なんかもう必要とされてないんじゃないかと。ならば派手な装いを着こなすか、もしくは付け髪を使って派手な髪型にしてやろう。この地味な顔にそんなことしてもな、視界に入らないから視線をそらされるになるだけだと思うがな。違うの、顔が地味など関係ない。外見は魂の発音、魂が拒絶しているのだ。華々しい装いを。俺自身が派手になるのを拒絶している？そんなバカな。関東、お前は気づいているはずだ。裏で地味に動く者がいるからこそ派手な活躍が生まれると。言い換えれば、お前がいなければ俺もいない。俺たちは地味と派手は表裏一体。元地か。そうだな、俺は地味に生きるしかない。
ならいっそ地味を極め皆を派手に輝かすか。上等。おい、この間やった俺の三尺手ぬぐいをなぜ使わんのだ。家訓まで教えてやったというのに。俺だって使いたかったさ、けどな、首に巻いてびっくり。俺より手ぬぐいの方が目立つんだな。あんたにはわかるのか、鮮やかな青に埋もれる俺の気持ちがとてもとても虚しいんだぞ。それはだが、戦場で本気を出した時のお前はそれなりに目立っていたぞ。目も開いていたしな。こんな感じか。ん？それだ。それなら手ぬぐいもよく似合うぞ。気を使ってくれてありがとな。けどな、これ結構疲れるんだな。すまんな、人には向き不向きがあるというのに、かえって恥をかかせたか。まあ、そこまでは言ってないんだが、でもそうまでして考えてくれて嬉しかったぞ。今度礼にアンマンを持っていくからな。趙雲殿の背を追いここまで来ました。ですがどうしても追いつける気がしない。私に何が足りないのでしょうか。なぜ足りないと。え、文王殿は私ではない。歩む道も同じではないのだ。違う道を全力で進もうと。そこにいるのはあなたではない、そういうことですか。その通りだ。文王殿の目指す小生は己の理想とする唯一のものなのだから。趙雲殿、やはりあなたは私の英雄です。幼き日に伝え聞いたあの己が道、まっすぐに進みます。そしていつか私の話を伝え聞いた幼子が同じように胸躍らせることを願います。なあ、その息で行くといい。だが困った時は呼んでくれ。その時は趙紫竜、参る。ありがとうございます。闘志をたぎらせ、いざ文事件、参る。雪村殿、共に過ごし私は確信しました。やはりあなたは英雄に間違いありません。お聞かせいただいた戦の経験談の数々、大変胸が熱くなりました。そして目の前で戦う様のなんと凛々しく頼もしいことか。あなたと出会えた幸運に心から感謝します。ありがたくももったいないお言葉です。ご期待を裏切らずに済んだことは嬉しいですが、私はそれほど大したものの筆ではありません。むしろ素晴らしい英雄なのは文王殿の方ではないでしょうか。私は、そのようなことは。あなたの磨き抜かれた武技、そしてどんな敵にもひるまぬ胆力、それが皆にどれほどの勇気を与えているか。文王殿のような英雄と出会えたこと、この雪村、心から嬉しく思います。雪村殿、友として、背を預けられる仲間として、これからも共に戦わせてください。もちろんです。こちらこそどうかよろしくお願いいたします。雪村殿、刑事、お前はこの異界でも放浪をするつもりか。さあねえ、雲は自由、
向かう先なんざ誰にもわからねえさ。そうか、お前がここを去り敵陣営に着くと思うとゾッとするな。ははっ、そいつはいい。あんたとならド派手な喧嘩ができそうだ。それにしてもあんたつくづく面白いね。俺が去るって言うと大抵の人間を止めるが、あんたはそのまんま受け入れちまった。前にも話したはずだ、俺にも放浪時代があった。お前の気持ちはわかる、少しだけな。あんたも根は自由ってことさ。俺が雲ならあんたは空だ。どんなもんも受け入れちまう広い空。この空は雲にとっちゃ居心地がいい。もう少しここに留まるとしようか。ケジ、お前というやつは。まあいい、好きにしろ。今日の分配はここまでだ。ご苦労だったな、ゴエモン。いや、てめえ本当に有能なんだな。上に掛け合って民の援助物資出させやがって。まっとうな方法で俺様よりずっと多くの民が助かる。まだちっぽけな量だがな、このように足を踏み出せたのもお前が勇気をくれたからだ、ゴエモン。照れるぜ。てか犬ってのは絶対褒め言葉だって。だって俺様飼うなら竜やったらより絶対犬だぜ。いや、一族の優秀な者たちに比べれば私など。またそうやって眉間にしわ寄せる。俺様心配だったんだぜ。てめえを民が怖がっちまうんじゃねえかって。そしたら民にはいい笑顔するんだな。普段他の奴らにはツンケンしてるくせによ。家族助けられた兵士がやってきてよ、あなたのためなら命も惜しくありませんって言ってよ。いや、この民や兵の人気者。そのようなことはきっと彼も大げさに言っただけだろう。大げさなもんかい。ゴエモン様だっててめえのためならたとえ死すとも悔いはあねえぜ。ネネ殿、聞くところでは忍法には流派があるとか。あなたもどこかで学ばれたのですか？ううん、ネネ忍法はネネ忍法だよ。どこかの誰かに習ったってわけじゃないかな。なんと、流派を生むとは発明以上のことではありませんか。そんな大げさなことじゃないよ。うちの人のために私ができることなんてこれくらいだもん。いえ、大変なことだと思います。ではその技は誰かに伝えるおつもりですか？どうだろう。できれば誰にも教えないでおきたいな。戦国の世はうちの人が終わらせてくれるだろうし。そうですか。ネネ殿は秀吉殿を心から信じているのですね。もちろん、あなたのとこと同じだよ、月へ。はい、ネネ殿、これからも共に愛する方の道を支えましょう。あんた時々おかしな身のこなしをするね。たまに何人もいるみたいに見えるよ。ああ、分身の術だね。ネネ忍法の一つだよ。へえ、分身。そんなことができるなんてすごいじゃないか。宿友だってすごいよ。敵を燃やしちゃうんだもん。あれも忍法み
たいなものなの？あれは火の神の力さ。これでも私は火の神の末裔なんだ。驚いたよ。神様の力とか人法どころの騒ぎじゃないもん。ま、神の力なんてこの世界じゃそう珍しくもないみたいだけどね。それもそうだね。ともあれ、あんたが頼もしくて嬉しいよ。ねね、これからも私らで旦那の道を支えるよ。うん、頑張ろうね、シクユウ。よ、槍の又田殿。相変わらず大した戦働きだ。なんだよ、領土。わざわざあだ名なんかで呼びやがって。前田でも利家でもいいじゃねえか。いや、いいじゃないか。人に恐れられてついたあだ名ってだけじゃなくて、自分でも気に入って名乗ってるんだろ。おう、悪いかよ。いやいや、いいっつってんでしょうに。俺も一つ名乗ってみますかね。三節婚の両功績まかり通るぜって感じかい。お前やっぱバカにしてんだ。なんつうか面白いんだよ、あんたみたいなまっすぐで熱いやつ。うちの連中にもそういうのがいるけどね。ならそいつらをからかって遊んどけよ。いや、おもちゃは多い方が楽しいだろう。この野郎、とうとう本音を言いやがったぜ。まあ、これからも期待してるぜ、槍の又田殿。俺もせいぜいあんたに負けない程度には頑張るよ。ジョジョ、悪い。俺の悩みを聞いてくれるか。ああ、他ならぬ利家の頼みだ。喜んで聞かせてもらうよ。この世界にいると余計痛感するんだけどよ。俺、秀吉たちに追いつけてねっていうか、友として助けられてねっていうか、あいつらの指示に従うので精一杯でよ。そんな生き方でいいのかなって。気持ちはよくわかるよ。身近に天才がいると自分の愚かさが身にしみる。俺もそういう思いを何度もした。でも諦めるしかない。俺は彼らにはなれないのだから。だったら自分のできることを精一杯やるだけだ。お前みたいな頭のいいやつでもそうやって悩んでたのか。ありがとよ、少しスッとしたぜ。けどよ、俺たちの話っていつもこうだな。明るい話をしようとしても結局お悩み相談になっちまう。確かに。でも俺たちらしくていいかもしれないな。締め付けてたことがあんだ。お前と仲良くなっていくうちに言わなきゃって、言わなきゃ絶対後悔するって。ダメ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 、私には観策っていう心に決めた人が。すまねえ。あれ、何？実は前に話した俺の髪型が最先端だっての、あれ嘘でよ。俺らの時代この髪型そんな流行ってねえんだ。すまねえ、許してくれ。なんて言える義理じゃねえけどよ、俺はどうしても大事な仲間を失いたくねえ。顔を上げて、正則。私全然怒ってないよ。
そんなこととっくに忘れてたし。それよりあんたがそこまで私のこと考えてくれたって方が嬉しいな。あんたも私にとって大事な仲間だから。くー、お前やっぱ超いいやつ。男女も時代も超えた友情、ここに成立。俺いつまでもお前のこと忘れねえから、ガチで。東大殿、私最近毎日山盛りの豚足を食べているんですよ。少しは筋肉がついてきたと思いませんか。そうかもしれんな。本当ですか、嬉しいです。これからも東大殿に一歩でも近づけるようたくさん豚足を食べて鍛錬しますね。そうか、それが銀平殿の任務なのだな。だが人には不可視の強さがある。見た目と力量の隔たりは気にせずとも良いのだぞ。それって世の中には細くても強い人がいるってことですよね。筋肉がつかないならせめてそうなりたいです。東海殿、ありがとうございます。早速鍛錬して強さだけでもマシになるよう頑張りますね。言ったか。しかし無自覚とは恐ろしいものよ。一と長政様の関係ってとっても素敵ね。大事に思い合っててお互いのために頑張れて、私にもいつかそんな人ができればいいのに。将校さんならきっと叶います。お優しくて明るくてとても強くて、そばにいると一はいつも元気をもらえます。そんな将校さんですもの、素敵な方と巡り会えないはずがありません。そう？そこまで褒められるとちょっと照れちゃうな。お可愛らしいをあげるのを忘れていましたね。もう一ったらからかわないで。でもありがとう、おかげですごく前向きになれたわ。大京さんは戦いが好きではないように見えます。本当は無理をされているのではありませんか。正直に言えば戦場は怖いです。でも知らないところで孫作様が傷つく方がもっと辛いから。そうだったのですね。孫作様のために懸命に頑張る姿、とても素敵だと思います。お市様だってそうです。いつも長政様に寄り添って心を支えて、本当に素敵なご夫婦だなって私思ってます。その髪のお花も長政様が選んでつけてくださったんですよね。実は私その瞬間見ちゃったんです。まあ、あの時近くにいらしたんですね。でも私も先日見てしまいました。花畑で孫作様が大京さんのお膝に。ところでは嫌だって言ったのに、恥ずかしい。いいではありませんか。戦いの日々が続くからこそ穏やかな時間を大切にしなくては。そして時々こうしてお話ししたいです。大事な人と過ごすことがどれだけ素敵なのかを。はい、ちょっと恥ずかしいですけど、よろしくお願いします。お市様、高影殿、どうかしたの？
実は先日の書庫の書物を読み切ってしまいました。また文字を追えない日々を送るのかと思うと。そうね、一度整った読書環境を失うのはどんなお仕置きよりも辛いもの。あなたもですか。しかしこの世界であまり贅沢も言えませんし。実はまた新しい書庫を見つけてきたの。よければ案内するけれど。はい、ぜひ。ですが前回のように嬉しそうではありませんね。どうかしたのですか。どうもしないから大丈夫。今度は浮き足立っているのを見破られなかったみたい。シクユー殿、この間の火加減はどうだった。俺なりに練習に練習を重ねたのだが。ああ、おかげでいい丸焼きができたさね。外はこんがり、中身はしっとり、あふれる肉汁、言うことなかったよ。祝勇殿に褒められるなんて光栄すぎる。火の神の祝福を受けたようなものだな。そんな大げさな。それにしても本当に一生懸命で素直な子だよ。ついつい応援したくなるね。ならまた俺に課題をくれないか。着火の仕方、燃え広がり方、温度調整、さらに改良を重ねてみせるぞ。やれやれ、本当に熱くて素直な子だよ。お市殿、そなたとは随分戦いを共にしてきたな。夫君とも幾度となく言葉を交わしたぞ。まあそうですか。長政様と劉備様が親しくされること、とても嬉しく思います。長政殿は心を真偽という言葉に託しておられたが、真偽、人に背かずなすべきをなすか、まさしく私が尊ぶ仁に通じるものだ。ええ、お二人はよく似ている気がいたします。真偽のため、皆のため、まっすぐに力を尽くされるところが。だからこそそばにいると心配でたまらないのですけれど。お一度、いえ、何でもありません。誰一人欠けることなく全てを終えるため、一も精一杯頑張ります。ああ、お一度も元の世でなすべきことをなすために早くこの戦いを終わらせよう。コーチュー様、よろしければ稲に弓の稽古をつけてください。長年の経験によって磨かれた多彩で巧みな技の数々、ぜひこの機に学ばせていただきたいのです。おい、稲殿は堅物と思っとったが、随分年寄りを持ち上げるのがうまいな。いえ、稲は決して世辞など。冗談じゃ。私の目はまっすぐで熱意にあふれている。なかなかに教えがいがありそうじゃない。コーチー様、それでは。先の短い老将じゃ、俺の技を若い者に伝えるのもまたよかろうて。いざ修練と参ろうぞ、稲殿。はい、よろしくお願いいたします。ジョコ、今日も修行に付き合ってくれねえか。喜んで。武蔵殿の剣からは学ぶことが多い。いつかは
武の頂が見えるやもしれぬ。それは光栄だ。俺もお前から多くを学ばせてもらってる。ただ武の頂を求めるその真摯さには頭が下がるぜ。お前みたいなやつと一緒なら見えるかもしれねえな、人を生かす剣ってやつがよ。拙者などおらずとも武蔵殿なら必ずや求める道を見出さん。しかし拙者がその一助になるというのなら喜んで力を尽くし申そう。ああよろしく頼む。さあ今日も修行を始めようぜ。孫作、あんたの戦どっか変わってんだよ。そうか、んなこと言われてもいまいちピンとこねえぜ。なんて言うんだ、こう外向きっつうか、獲物を相手にぶつけるだけじゃねえ、あんた自身がぶつかりに行ってるって感じがよ。そりゃ当たり前じゃねえのか、自分をぶつけなきゃ相手に自分が伝わらねえだろ。そこだ、あんたに負けたやつは孫作って男に負けたって顔をする。普通そうじゃねえ、未熟だったとか無念だとかそんなんだ。俺もきっと倒れる時はそうだ。なるほどな、お前は戦でお前自身を突き詰めようとしてんだな。俺は自分が強いってことを相手に示して、それが俺にとっての戦だ。へえ、俺とお前似てるようで結構違うんだな。どっちがいい悪いって話じゃねえ、ただ面白えなと思っただけだ。そういう強さってのもあるのかってな。だな、そんなことでもお互いのことが見えてくる。これだから戦はやめられねえぜ。だな、これからもあんたとならいい戦ができそうだぜ。俺、お前が瞑想してるのを見るのが好きだ。渦み火のように静かに熱をたたえてた気が、次の瞬間透き通って熱い青い炎となって燃え立つ。はあ、お前はすごい、すごすぎる。いや、すごいのは主膳、お前の方だぜ。常に努力を忘れず成長し続ける姿に何度熱くさせられたか。お前が誇れる仲間でありたい、その思いがあったから俺も成長できたんだ。そうか、最初に予感した通り俺たち熱い好敵手になれたみたいだな。ああ、これからも互いに切磋琢磨していこうぜ修繕。お前また質問をしに来たのか、あれから何百回目だ。さすがの私も疲れ。炎章教えよ、わらわと炎章の仲は何というのじゃ。ダチではないぞ、ただならぬ仲かの。どこでそのような言葉を。ありえぬ、すぐに忘れるのだ。我らの仲は次女の交わりというのだ。教えよ、それはどういう意味じゃ。汝のように砕けた言い方で呼び合う仲ということだ。私は名族だから当然お前をお前呼ばわりだし、お前も名族たる私を呼び捨てだからな。ほむ、正確にはお前炎章と呼び合うゆえ、お前炎章の交わりじゃな。まあこの際それでもよかろう。
重宝は本当に頼りになるの。いつもわらわを助けてくれて感謝しているのじゃ。嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。けど助けられてるのは俺も一緒だ。最初は正直ほっとけない妹って感じで面倒を見てやらなきゃと思ってたが、お前結構やるんだもんな。今はお前のこと、その頼もしい仲間だと思ってる。おお、嬉しいのじゃ。ならばわらわと重宝は立派なダチということじゃな。ああそうだな。これからもよろしく頼むぜ。ハム、よろしく。なのじゃ。かわいい芝居、もう私の前でも肩を震わせたり目をそらしたりすることもなくなりましたね。慣れというのは恐ろしいものだ。お前と行動を共にすることが当たり前のようになってきた。嬉しいです、芝居。あなたにはきっと素質があるのでしょう。私が平然としているのは素質というより体勢だろうな。まあ、それはにこやかな笑みを浮かべながらあなたを支配しようとする女性がすでにいるから、綾の薫陶では物足りないと。いや、そういうことでは。では、自由にできていると思っていたら、実は思い通りに動かされていた。そういういつもの感覚がないので、物足りないと。綾殿、先ほどからの言葉、まさか春夏とも親しくなっているのでは。さあ何のことでしょう。それよりかわいい芝居に今度ご馳走してあげましょう。友人に教わった肉まんはいかがですか。綾殿は剣心殿と似ているがゆえに拙者を気にかけられるのかと思っていたが、しかと拙者を見てくださっているのだな。よくできました、女皇。そう、綾は剣心ではなく、ちゃんとあなたを見ています。やはり、拙者、綾殿の考えを理解するべく思考を集中させ、綾殿のことばかりを考えておりました。そしてついに綾殿の真意をつかみ申した。頂にたどり着いた境地にござる。まあ私のことばかり考えていただなんて恥ずかしいです。かわいいジョコ。拙者がかわいい？どうやら頂と思っていた場所はまだ道半ばだったようでござる。なぜ綾殿は拙者を可愛いなどと。それは可愛い剣心に似ているから。では納得しませんね、あなたは。さよう、拙者何としても自力で綾殿の真意に迫りたく、これからもよろしくお頼み申す。いいですよ、ジョコ。私はあなたをいつまでも待っています。遥か上の頂で。かぐや、以前に比べて随分明るくなったが、何かいいことがあったのか。以前私は人間の皆様が記憶を失ったことを嘆いていました。ですがそのおかげで新たな心で出会うことができました。
出会いの喜びを二度も味わうことができた。そう考えたら胸がすっと軽くなったのでございます。なるほど、記憶を失うのも悪くはないということか。はい、そう思えたのもジョカ様のおかげでございます。これからもどうぞ私を導いてくださいませ。礼を言われる筋合いはない。以前ならきっとそんな風には考えなかった。私も人間と共に戦うようになって変わったのだ。お前と同じようにな。まあさようでございましたか。だからこれからも共に学んでいこう。人間たちの強さも弱さも素晴らしさも。はい、ジョカ様。こないだ叩いてくれた太鼓すごかったね。私感動しちゃったよ。褒められるほどのことでは。太鼓に合わせた三蔵殿の舞の方こそ見事だった。太鼓を叩く腕にも思わず力が入ったぞ。あれは太鼓に乗せられて自然と体が動き出したんだよ。それだけ太鼓がすごかったってこと。ねえ、また叩いてくれる？三蔵殿の頼みとあらば。かぐや殿はどのあたりが雅なのかの？皆様がおっしゃってくださることですので自分では分かりかねます。吉本様、どうかお教えくださいませ。雰囲気じゃの。雰囲気でございますか。例えばその柔らかな口調じゃの。お恥ずかしゅうございます。戦場なる身のこなしの優美にして縁なるもまた雅じゃの。そのようなところまでご覧に。恥ずかしゅうございます。あとなんとなくじゃの。なんとなくでございますか。たか、半蔵殿。影の気配を察知されるとは。ああ、わかるとも。これだけの戦場を共にしてきたのだ。この周後期、友の虚祖の音を聞き漏らすことはない。友か。影には不相応な響きだ。戦の合間共に笛を奏でる。これを友と言わず何と言おう、うん、さあ今宵も付き合ってもらうぞ半蔵殿。承知。しばし殿は父上の芝居殿によく似ておられる。まあそう言われることは多いな。性格も似ていると言われることもある。だが光秀殿の娘はまるで似ていないようだ。生まれた時はそうでもなかったのですが、寂しいような良かったような不思議な気持ちです。なるほど、複雑なものだ。我が弟は母と同じような髪質と顔だが、性格は自由奔放。全く誰に似たのか。同じ両親を持つ弟でもこうも違うのだ。親子など似る似ないはこちらの思い込みも大きいのかもしれんな。そうかもしれません。それにしてもあなたとこのような他愛ない話ができるとは。
まさにこれも天命なのかもしれんな。君といるといいね。戦いが尽きない。ねえ、いつかは元の世界に帰るの？帰る前にさ、僕と戦おう。腕輪があれば僕を壊せるかもよ。壊されることを望むか。そういうわけじゃないけど、強い君と戦いたい。それ以上に楽しいことなんてそうないと思うから。以前と同じようにせよ。挑発せよ、敵よ、世界よ。挑む者には必ず戦いが待つ。戦うに値する戦いが。そうだね。その時が来てもそうし続けるよ。もう君はいなくても。半兵衛、お前はどうも世界を斜めに見る癖があるな。それ分かった風な人からよく言われるよ。けど仲良しの孫権さんから言われるとはね。なんで分かったの？孫氏の子孫だから。隠しているようだが、お前はどこか悪いようだ。技術に詳しくないからわからないが、もしかしたら余命を数える段階なのかもしれぬ。故に限界や天命を強く意識している。それがお前の感受性につながり、鋭い洞察力と思考力に結びついているのだろう。確かにそれらはお前の武器だ。だが同時にお前を損なっているように思う。半兵衛、限界など天命など決めてかかるものではないぞ。孫権さんなら限界を、天命を突破できるの？ああ、してみせるさ。俺はすっごい孫権さんなのだろう。だからお前も諦めてくれるな。すっごいな、孫権さんは。皆がついていくのがわかるよ。俺もついていきたくなっちゃうもん、どこまでも。ああ、ついてこい、どこまでも。半兵衛殿とはすっかり親友って感じになったよな。一緒に戦って、一緒に飯を食って、一緒に遊びに行って。そうだね、加工派さんとはとっても楽しく過ごしてるよ。でもさ、まあ納得いかないぜ。俺たちが揃うと周りの目がどうも生ぬるいんだよな。やっぱりそう思う？こう楽しく遊ぶ若者を微笑ましく見守るみたいな。ああ、まさにそんな感じだ。酒もなかなか出してもらえないしな。なんか以前より悪化したよね。まあだからって加工派さんといるのをやめようとは思わないんだけど。それは俺も同じだ。これからも仲良くしてくれよ、半兵衛殿。うん、喜んで。あなたも面白い方ですね。私とは水と油のように万事価値観が逆なのに一緒にいようとする。だからこそいいんじゃねえか。例えばおめえはのんびりしてるが、俺はさっさと行動するよな。ええ、まあ。ってことはだ、おめえが悩んで進めねえ時には俺がとっとと引っ張り出してやれる。俺が短期で失敗しまうときはおめえがじっくり考えて
助けてくれる。そう考えると合ってる気がしねえか。確かにそうかもしれません。私とあなたは足りないところを補い合える。お互いなくてはならぬ友だと思います。だろ。おめえとはこうなれる予感がしてたんだ。これからもよろしく頼むぜ、相棒。では問題で別では、兵は軌道なり。全問正解です。なぞなぞやりすぎましたかね。いいえ、慣れではありません。もちろん私の知恵や舌のおかげでもありません。ではなぜでしょう。一心伝心、二人の心が通ったからでしょうか。正解です。では次の問題です。我々のような関係を何というでしょう。知己でしょうか。大正解です。宗神殿、過日の俺との会話覚えておられるか。確か宗神殿の昔の話を聞きそびれて終わったが。なんとそのようなことを覚えているとは。孫悟の両もやはり恐るべき男よ。なーに、過去を語ったところで今が覆ることはあるまい。葬儀の盾、宗神殿の昔話聞かせてもらいたいものだ。大した話ではない。自分も昔は荒くれだったというだけだ。それも手がつけられぬほどのな。ほう、それは初めて聞く話だ。だがそれがなぜ今のようになられたのか。それは貴公よりも単純なきっかけだ。殿が挙兵するとき、一族たる我らも集い、それぞれが兵を率いる将となった。ならばもはや好きに暴れていては務まらぬ、そう思い至り直ちに行状を改めたのだ。なるほど。男子三日合わざれば刮目してみるべきであろうが、宗神殿は一日で変わったということか。無論初めは至らぬところもあったろう。だが殿も少々も自分を人形として扱ってくれた。なればこそ日々に己を律することができたのだ。立場が宗神殿を変えたということか。いや、面白い話であった。礼を言うぞ宗神殿。いや、人に聞かせるような話ではない。できれば貴公の胸にしまっておいていただきたい。やるな。お前こそ見事だ。少ない言葉でも通じ合う。ああ、これからも共に集大。うむ。義経、お前なんだか周囲に似てんな。どこが似ている。どこがって言われるとよ、なんか言葉にしにくいんだよ。似てんのはなんつーか、やっぱ俺の大事な友だってとこだぜ。義経、おい怒ったか。俺
いい加減な気持ちで言ったんじゃねえんだ。義継は俺にとって本当大事な友で。満面の笑みで答えているのだな。なんだよ、よかったぜ。でもよ、ちょっと分かりにくいからよ、ちゃんと言葉で伝えてくれるとありがたいぜ。案外欲しがりの甘えん坊だな。いや、純粋に表情が分かんねえだけなんだが。張飛殿、少し話を聞いていただけませんか。おいおい、またずいぶん暗い顔だな。おめえまた娘のことでオロオロしてんのか。いやはや、参っているのです。この世界はあまりに奇烈ではありませんか。おお、まあそれはそうかもしれねえな。でもいいじゃねえか、俺はこれはこれで面白いって思えてきたぜ。そう、そこなのです。この世界は見るものによっては大変面白いことでしょう。それがどうしたよって。あ、おめんとこの娘はあれだったな。その通りです。珍しいものに目がない娘にとってこの世界はまたとない好奇の対象でしょう。いつまた箱に隠れて外に出て行きはしないか。そう考えると私の心は知事に乱れてしまうのです。たく、娘もあれだが、おめえもいい加減小離れした方がよくねえか。俺はいい加減娘が戦うのは観念したぜ。そうですか。成長せねばならないのは私の方なのかもしれませんね。まあほどほどに見守ってやるこった。愚痴や不安はこっちで聞いてやっからよ。長峰、ずいぶん疲れているようだがどうした。いや、お前の弟と妹が思ったより大変でな。どうしてああ行動範囲が広いんだ。父上に鍛えられたから体力は十分にあるんだ。だから目を離すとどこへ行くかわからない。すまない、長峰には迷惑をかけてしまったな。俺が勝手にやったことなんだから謝るなって。けど寛平のこと尊敬したぜ。俺は正妻と時々観光ぐらいだったが、お前はずっと三人の面倒を見てきたんだもんな。その目配りと包容力を見習わねえと俺なんかまだまだだって痛感した。そんなことはない。長峰の優しさには頭が下がる思いだ。異世界で気を張っている中、協力を申し出てもらってどれだけ楽になったことか。そっか、まあ役に立てたならよかったぜ。これからもお互い協力し合うってのが良さそうだな。そうしてもらえれば心強い。頼りにしているぞ長峰。ああ、任せてくれ寛平。もう随分時間を共にし、互いに知己と言えるほどの仲となった。それでも引っかかるかね、会った頃にした話が。我らは忠厚をもといに生きております。やはり己が父親を追放するというのは、信玄殿のことは無論知己とは思っておりますが、自分に気を使わせまいとおどけられたのでしょう。本当は信玄殿の心中でも様々な葛藤があり、父君を追放せねばならぬ状況だったのはわかります。その通りじゃ宗神殿、わしは苦しかった。だが国のため民のためせねばならんかった。父上すまん、申し訳ございません。とでも言えば満足かね。信玄殿、
わしは謝れんよ。謝って済む話でもないし、謝っていいことでもない。そしてそれを承知でこの道を選んだ。将足らんと発作は中高を捨てよとは言わぬ。だが大事にあたっては災いを転じて福となすため、中高を超えた判断をする覚悟も必要となる。曹操殿はその覚悟をお持ちの方じゃよ。若き日の三田曹仁殿はきっとそんな曹操殿に惹かれたのであろう。確かにそうかもしれません。信玄殿のお教えしかと胸に刻み申した。自分も覚悟を新たにし、殿の道を支えましょう。お互い随分理解が深まってきたんじゃないですか。はじめは平行線もやむなしと思っていましたが、一番槍への思いがかえって私たちを近づけたのでしょう。あなたという競争相手がいることで、敵に切り込む時もより深くより鋭くと意識して一番槍を果たすことができます。俺もあなたを念頭に置くことで、いつもの最善を超えたさらに最善の戦法を務めようと、自分を厳しく律することができます。これも全て学信殿のおかげと言えるでしょう。恐縮です。私などまだまだ、むしろ私こそ直政殿あればこそ強くあることができるのです。そうですか。ならば一番槍はやはり。一番槍は譲れません。知ってますよ。ですからこれからも互いに切磋琢磨していきましょう。ダチコ。おー、カンネ、てめえこの間もマジでかましてたじゃねえか。へえ、当たりめえよ。おめえに負けるわけにはいかねえからな。あ、カンネ、てめえこの男福島と張り合おうってのかよ。おう、てめえで言うのもなんだが、俺とおめえは似てんだよ。だったらどっちが上か決めねえのは嘘だろう。おお、上等だこら。ダチだろうが喧嘩の出来で下にはつけねえ。気合いの違いってやつを見せてやるぜ。へえ、そうこねくっちゃな。よっしゃ、次の戦も暴れまくるぜ。結局それ以上あんたに似合う帽子は見つからなかったね。それぞれ工夫を凝らしてたのに残念だ。うん、皆の気持ちは嬉しく思う。しかしどうも途中から遊ばれていたような気もするが。確かに時々おかしなのを持ってくるやつもいたね。けど渋い顔をしながらもあんたは被ってくれた。正直ここまでいいやつだとは知らなかったよ。それを言うなら貴公もであろう。へえ、一体どうして。あの妙な被り物の数々を兵に持たせていたのは貴公ではないのか。私に親しみを持たせるため。へえ、俺の仕業だって気づいてたのか。ただそう好意的に解釈されてもね。あんたをからかってただけだっつうの。それならそれで構わぬが、おかげで軍内の空気が良くなったのは確かだ。礼を言う。まったく、からかわれて感謝するなんてどこまでお人よしなんだか。変なやつだよ、本当に。清正殿、
共に時を過ごす中で自分の経験はざっと話し尽くしたと思う。ありがとうございます。現実に巨大な工事を行われた経験、実際に現場で起こった問題、貴重なお話でした。いや、自分などの話が役に立つかはわからんが、土木で民を笑顔にできること祈っている。だが最後に一つ、水を差すようなことだが言っておきたい。大きな土木工事は民の負担となる。それを行った者は暴君と呼ばれたり、時には王朝が滅ぶことすらあるのだ。どれだけ民のことを考えられるか、それが名君と慕われるか、圧政者と呼ばれるかを分けよう。はい、肝に銘じます。必ず名君になってみせましょう。うん、楽しみにしている。氏康殿が愛妻家との噂、私も妻を大事に思っておりますので、親近感を覚えます。ぜひお話をお聞かせいただければと。まあ愛妻家ってほどじゃねえが、夫婦仲はいい方だと思うね。蓮池に花見に行ったり涼みに行ったり、冬なんざ宇治政が白鳥好きだからよ、飛んできた白鳥にみんなで餌やったりだ。おお、それは立派な愛妻家ではありませんか。私が認定を。おいおい、死神みたいなやつに認定なんざされたくねえな。二人一緒に連れてく気かよ。ご安心ください、私は連れて行かれる専門ですので。では愛妻家同士、今後もよろしくお願いいたします。金継殿、この世界の困窮する民を救うべく東奔西走しているとの噂、耳にしている。はは、近頃言葉にも重みが感じられる。かかる地球を得られたこと、関雲長の誉れにて。過ぎたお言葉。されどやはり無理をしているのではないか。その言葉態度、まことの金継ぐ殿のものではあるまい。あ、そう。安心されよ金継ぐ殿、滅私の心とは己の利を切ること、己の個性あり方を滅し捨て去ることではない。我らは知己なのだ。賑やかだが拙者は金継ぐ殿を気に入っている。ありのままの自分で苦しむ民を救われよ。おお、この金継ぐを正面から受け止めてくださるか。やはり関羽殿は義の伝説にして誠の武人。私こそかかる地球を得られて至極光栄にて。趙雲殿、よければ鍛錬に付き合ってくれないか。もちろん構わないが、随分と思い詰めた様子、何かあったのか。それがしはこの世界で趙雲殿をはじめ多くの仲間を得た。だが敵はあまりに強い。人ならざる者との戦いでいつ友の命が失われるかもしれぬ。長政殿、だからこそ己をさらに鍛え、皆を守れるようになりたいのだ。そのためにも趙雲殿、素晴らしい武勇を持つそなたに手ほどきを頼みたい。過分な言葉だが承知した。あなたのその強くまっすぐな思いに私も全力で応えよう。ああ、よろしく頼む。
皆を守るため、そして元の世界に戻るため、我ら二人共に武技を磨かん。見事だな。その一手が戦の流れを大きく変える。ポート、お前には何度も基地を救われた。いやいや、そう褒めなさんな。鼻息が荒くなって覆面が浮いちまうよ。その軽口に俺は、いや皆、心を解きほぐされた。いわばそれも一つの策か。さすが宝数と謳われるだけある。どうしたんだい義継殿、今日は随分と持ち上げてくるじゃないか。どうしたということはない。ただお前を認めたというだけだ。真を置くに値する男だとな。いやー嬉しいね。足をそこまで買ってくれたのは諸葛亮や劉備殿くらいのもんだよ。けどいいのかい、足のここまでの動きもお前さんの心を開くための策かもしれないよ。構わん、策だとしても俺に悟られる愚は犯すまい。お前を信じたまま六道の辻で待つさ。さぞかし似合いの絵となるだろう。くわばらくわばら。まあ策ってな、誰かの幸せのために使うもんさ。特にあっしらを買ってくれる奇特な御仁のね。高虎、お前の武見事なものだな。その細い剣がひらめく様は見ていて胸がすくほどだ。その言葉は嬉しいが、こんな武芸上には上がいる。お前のようにな、武士たるもの己にしかない武器を持たねばならん。お前にはその己にしかない武器があるということか。それは一体。城の不審だ。これにかけては俺は誰にも遅れを取らん。おう、意外だな。だが確かに重宝される能力だろう。太子爺、そういうお前には何か特技はないのか。このような立派な話の後では言いづらいが、その太鼓を少々。太鼓？その方がよほど意外だぞ。しかしなるほど、言われてみれば普段の戦いにその動きが生きているような気も。いや、そこまで深い意味があるわけではないのだ。ただ好きでやっているだけのことであって、照れくさいからそう深く考え込まんでくれ。信玄殿、紀軍の旗には風林火山と対処してあるそうだな。そうじゃよ。おことのご先祖様が表した兵法書から拝借しての。やはりそうであったか。その早きこと風のごとく、その静かなること林のごとく、侵略すること火のごとく、動かざること山のごとし。実にかっこいいな。ところで、兵法書にはあと2つ文言があったはずだ。尻叩きこと影のごとくと、動くこと雷帝のごとし。なぜその2つは外したのだ。難しい字だからかの。みんなが読めてわかるのが旗印には大事じゃよ。なるほど、確かにその通り。お見それしたぞ、甲斐の虎よ。
角殿。信玄殿、また以後の誘いかな。いや、もうこれだけ仲良くなったんじゃから、角殿の兵法を教えてくれてもいいんじゃないかね。別に隠してるわけじゃないんだがね。兵は軌道なり、これ我が兵法などと威張ってみてもいいんや。この前も言った通り、状況に応じてやり方を変えてるんでね、これといった方法は確立できてないんだ。じゃが、その軌道で史上李郭に天下を取らせ、曹操殿を退けた。その際、その兵法、やはり極みと言わざるを得ん。その兵法、厳妙ゆえ語るを得ぬのは了解した。なれば、そばにやって見極めるほかないの。だからわし、角殿と一緒にいることにしたよ。これは気が抜けないような、心強いような。まあ、ご期待に添えるよう、せいぜい頑張ろうか。武者やか、えらくしおれておるな。またひよっこって呼ばれた。なんじゃ、そんなことで拗ねておるのか。よこら、少しだけわしがお主と百戦錬磨とひよっこを交代してやろうぞ。いいんですか。参るぞ。おお、百戦錬磨の者、東洋久殿ではござらんか。しばし身辺のお世話をいたすひよっこでござる。大義。百戦錬磨の将が言いそうなことは、何だろう。戦の陣立てをいかがいたしますかな、豊久殿。陣立てか。適当にやっておけ。おい、ヘタンは誰が、どの道を輸送路とすればよろしいか。百戦錬磨の豊久殿。兵団？輸送路？ダメだ、俺まだまだ百戦錬磨の将にはなれないや。じゃが筋はいいぞ。わしぐらいの年まで生き抜いてみぜ。その頃にはきっと百戦錬磨の将になっておるわ。俺とお前が出会った頃だ、忠義について話したことがあったな。あの時お前が言ったことは変えられないのか。いや、絶対に命は捨てねえ。生きて忠義を全うする道を探すぜ。って、おめえに言うのは簡単だがよ。だけどダメだ、多分いざとなったら体が勝手に動いちまう。わしはおめえに嘘はつきたくねえ。そうか、いや、分かっていたことだ。どういうわけか、俺の周りはそんな奴ばかりでな。がっかりさせちまって悪いね。けどよ、最後の最後まで生きることは諦めねえ。それだけは約束するぜ。って、なんだかしんみりしちまったな。よし、飲みにでも行くか。好きなものおごってやるから元気出せって。ならば、餅を頼む。餅？あるか、わかんねえけどよ。まあ、行ってみようぜ。長領殿、いつぞやそなたは拙者を戦国最強と添やされた。その言葉、
そのまま返上させていただく。なんと。泣く子も黙る趙文燕こそ最強の名にふさわしき者の夫。共に戦場をかける中、さよう感じいった次第。それこそまさに過分であろう。私の部はまだ呂布殿や関羽殿にも遠く及ばぬ。どうかそのような言葉は口にしないでいただきたい。その廉潔さ、居住まいもまた物の符の鏡だが、そなたが望まぬことならばもはや言うまい。拙者がそう認めているというだけのことだ。本田忠勝殿、ならばこの趙文燕、貴公のお心に恥じぬようさらに奮戦しよう。我らもろともに物の二人を貫かん。今日はどの辺を散歩します？河原とか野原とかいろいろありますけど。豊久殿、一つ問いたい。なぜ散歩に私を誘ってくるのだ？散歩ついでに鍛錬でもと思ったんですよ。やっぱり同じ犬としてかっこいい方に少しでも近づきたいですし。なるほど、鍛錬か。しかし同じ犬というのは複雑だ。え、どうしてですか？犬って忠義がある人の例えなんですよね。それから俺、犬って呼ばれるのが嬉しくて。何か違うのだろうな。豊久殿、そんな期待に満ちた目で見るな。分かった、散歩に出かけよう。やった、さあ行きましょう。犬が犬の散歩か。てめえが暴れてんのを見るとスカッとすな。でけえの、ずいぶん張り切ってんじゃねえか。おうよ、わしは怖いものなしの大王だからな。へえ、怖いものなんざねえってかい。神さんには頭上がってねえようだな。え、大王さんよ。何言ってやがる。わしは母ちゃんにビビってなんかいねえ。いつだってわしが母ちゃんを。お、噂をすればなんとやらだ。はい、しくゆ。だあ、母ちゃん、すまねえ、今のはちょっと見え張っただけでよ。ざまあねえな、しくゆなんざ来ちゃいねえよ。おめえ、そういうのはなしで頼むぜ。大王さんも肩なしだな。だが、まあ、てめえほどのやつを尻に敷いてんだ。神さんは実に大した女なんだろうぜ。まあな、この流れで言うのもなんだが、自慢の母ちゃんだぜ。そうかい、こりゃ今日の魚は決まりだな。もうかく、お互いの神さん自慢で飲むとするか。おう、いいぜ。氏康の嫁自慢、とくと聞いてやるじゃねえか。正則、前回の戦も見事な働きだったな。だるだるってダメだ、そっけ。お前の顔見てっと、こないだの酒思い出しちまって。何を笑っているのだ、正則。あの日ひどい酔い方をしたのはお前の方だろう。いや、絶対違うね。お前の方がガチで超やべえ酔い方してたから。ほほう、あくまで白を切るつもりか。いいのか、仲間にお前の秘密を語っても。え、秘密って何？
俺の何を知ってるの、孫賢者。知っているのではない、聞いたのだ、本人の口からな。ちょ、マジ、ま、俺がなんかやべえこと言っちまったのか。ガチ覚えてねえ。待て待て待て、孫賢。でもよ、お前だってあんな格好妹とかの前でできんのかよ。な、記憶は定かではないが、なんだこの不安感は。福島正則、ここは痛み分けといこう。おう、ま、それでもいいけどよ、次の時も二人きりだからな。これガチで。サジ殿、そなたは戦況で修行を積んだと聞いた。ということは人よりも長く生きられるのか。さてどうであろうな。真偽のものよ。仮に千年二千年の命を得て、そなたは何を望む。もちろん皆の幸せを。そのためならば何千年でもこの槍を振るおう。そうはいくまいよ。長すぎる時の流れは心を乾かしてゆくもの。結局そなたの真理も薄れてゆくであろうね。そのようなことはない。この真理いつまでも貫いてみせる。まっすぐな瞳よ。人の身には困難と知りながら、ついその言葉に真実を探したくなる。ならば貫いてみるがよい。少なくともこの異界にいる限りは、小生がそなたの真理を支えよう。ありがたい言葉だ、サジ殿。そなたの期待は決して裏切らぬ。皆が幸せになれる世のため、駆け続けよう。